うございます。本日はですね、こちらの三井アウトレット竜王アウトレットパークに来ました。アウトレット2回言ってるな今日は夫婦で来てるんですが、ここで何か買い物をしたいなと思います。春物がええな、うん、今日は平日やから多分人が少ないはずであろう。しかもアウトレットの中でここ僕どっちに食べてるか分からなくなった。アウトレットの中でさ、俺結構竜王が一番好きやね。あ、そう。品揃え良くない？あんま、2回目だもん、実際ね。あ、そうか。動画も多分初やで、竜王が。あ、ほんと。じゃあ、パイセンできてるか。いや、それは3だな。あ、そう。長島行ったな。あ、長島行ったな。でも、ここは初やん。あ、ここはね。このように、平日のオープン直後はガラガラでございます。フラット回りましたが、うん、こっち側はあんまりピンとこうへんな、うん、でも安かったのがダウン 70% オフとかやった。なんかな、一つな、いいあのポーラテックのさ、フリースいいなと思ったけどさ、首のとこ合皮やねん。なんか洗ってたらボロボロ取れるからやめえだけど、あれいいなと思ったけどな、あのアダムエロペで着とったやろ。そう、オレンジね。あれ良かったけどな、合皮じゃなかったら買ってたかもしれん。あ、タリーズあるやん。すごい。いや、よかったわ。よかった。うん、え、やつ買えた。あの、またこれは後日紹介したいなと思います。行こうか。はい。嫁が今ただいま買い物しております。多分ニヤニヤして出てくると思います。ちょっとですね、昼なったんで人が増えてきましたね。こんな感じです。実はあのさっき言ったですね、マスターピースはですね、僕が竜王に来たら必ず来る場所で、実は穴場やったんであんまりご紹介はしたくなかったんですが、関西ではここにしかないので、興味ある方はぜひ行ってみてください。新作とかのサンプルとかが 70% オフとかで置いてたりするので結構おすすめです。あ、ハリーだ。どう、買えた？あ、ほんまやな、うん、このスカートやな。次は久々のフードコートはどうでしたか？お、そうやな。あとは1階をバッと回って、もうあとは帰るだけやな。今のとこスカートやけど、どう？よかったな。残念、もうフードコート行っちゃったわ。まあ、一応出しといてガガーンってやっとくわ。ミニ君かい、うん、近江牛おかき、下降りてへんかったから知らんかったな。マジか。うわ、めっちゃ熱い。次回はここへ。
アバニサーチ、ただいま嫁の買い物を待っております。今がですね、だいたいここに来てから4時間ぐらい経ってるので、そろそろ疲れてきましたね。ただこれはめちゃくちゃ嬉しかったんで、また明日紹介します。何回目言いますか。あ、来た来た来た。よかったな、やってきた。よかった、ありがとう。はい、それでは買い物してきました。まあ、結局、2人とも購入できましたね。これはこれで購入できました。やったー、楽しみ。早く来てるよ、行こうね。お、家帰って今からファッションショーやな。そうそう、その前にグリバ寄ってこい。チョコ買って帰るの。あ、グリバじゃないわ、ね、うん、オッケー。甘いの買って帰ろう。じゃあ最後甘いので締めたいなと思います。はい、では、ここでお別れしたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。I